生まれた時から何か満たされなかった。何一つ私を心から喜ばせたものはなかった。お前は負けたら死ぬ。その恐怖を全力で感じ合いたいんだ。私には分かる。その恐怖で生きてる。マサ、今はそんな恐怖なんてこれっぽっちもありません。だって私は鈴井さんを信じていますから。梅子は引き分けにしようとしている。だったら僕ができることは何だ。どうしたら僕の手が夢子に伝わる。違う。早乙女メアリ。はい。生徒会に入れ。私は6発止めた。一発も打たず打たせずの引き分け狙い。やれるもんならやってみろ。遠慮なく。負けさせろ。僕と姫子のつながり、あ、このギャンブルのつながり、共有できた情報は1セット目の並びだけ。それを再現する。僕の手は生島も確実に記憶してる。だったら僕ができるのは1セット目の姫子の並び。生島は6発弾を込めた。あいつの銃を引けば必ず弾が発射される。自分の自由を選べ。頼む。うん、決めました。よっよっ、決めてよ。どこ撃つの。あれね。
これは私の銃です。弾は入っていません。ためらいもなく引き金引きやがって、撃っちまう恐怖ねえのかよ。これが私の銃だって分かってましたもの。あ、弾の重さがあるでしょ。一発につき15グラム、6発で90グラム、それだけの差があればさすがに分かりますよ。え、それくらいは織り込み済みだと思っていましたが。生徒会に入れ。俺は債務整理大集会での活躍を評価している。生徒会相手に3億1000万もの大金を手にした前例はない。百花王学園に無能は必要ない。弱者を徹底的に貶め、真に人の上に立つべき生徒を選定する、それが家畜制度だ。だがお前はそのシステムさえ打ち破った。スメラギなんかとは全く違う。生徒会の仕組みの中で勝った負けたと言っていていいのか。分かってるはずだ。お前は搾取する側だ。最後のセットだ。ねえ、あいつさ、自分の字分かってる。そうなのか。よし、だったらカードは手に覚醒すれば絶対に撃たないし撃たれない。並べさせろ。並べ方はさっきと同じ。ゆめ子なら絶対に分かってくれるはず。え、なんだよこれ。さっさと並べなよ。ちょっと待てよ、おかしいだろこれ。何が？イカサマじゃないか。ふざけるな。命がかかってるんだぞ。あ、ねえな。おい、ゆめ子、おい、ダメだ、イカサマだ。さっさと並べな。10秒以内に並べねえとゆめ子をぶっ殺す。じゃあさ、一発だけでも当てれるか。ゆきつまさん、あ、お仕置きです。何やってるんだゆめ子。おい、引き分け狙いはどうした？私は弾を2発込めました。最高。悪い、ごめん、勘違いしてた。お前はリスクに喜ぶ私と同じなんかじゃねえ。搾取する側、会長と同じ人種だ。私も2発だ。もうダメだ、区別がつかない。こんな感覚は会長とギャンブル入れだ。名残惜しいわ。これでお別れだ。
負けさせろ。お前つまらない。あ、つまらないことをしてくれましたね、生島さん。あ、1セット目と2セット目、鈴井さんのカードを並べる手に違和感がありました。左手でカードを並べてらっしゃったんです。鈴井さんは右利きです。加えて言えばこの何型のカード5枚の中で唯一左右非対称のこのカードの波の向きは逆でした。だったら考えられることは一つ、私たちが見ていた映像は左右が鏡写しに反転されたものだった。お互いがずっと鏡写しの映像を見ていたんです。一方で3セット目は右手で並べてらっしゃった。ということは3セット目は反転していない。ここに映るカードの並びも逆になる。こんなくだらないイカサマで人を欺けるはずもない。バカにするのも大概にしてくださいね。ゆめこってモニターのこれ全部わかってんの？え、マジ？このイカサマを、この反転を見破った！ゆめこは全部当てられる！イカサマしていた生島も全当て！ということは引き分けだ！一つ教えてくれよ。あいつがパニックってお前の意図通りに並べなかったらどうするつもりだったんだ？だから申し上げたでしょ、私は鈴井さんを信じてるって。あいつはお前の思い通りに動いただけ。それはな、支配だ。君主と奴隷、飼い主と家畜、それがお前ら二人の関係だよ。羨ましいなあ。なあ夢子、私の全ても支配してくれよ。なんで夢子は全当て、小前され勝ち。お前の番だ、開け夢子。早く開け、開いて当ててくれ。そんな両方の銃に弾は2発、5回撃てば夢子は行かせてくれ。開け夢子、
とことん予想通りでしたね。あなたの目的はギャンブルに勝つことじゃない。それはすぐに分かりました。なぜ鈴井さんをディーラーにすることを承諾したのか。あ、僕、いや、私と鈴井さんの間に本当にサインがあればあなたに勝ち目はなかったんですよ。あなたはそれでもよかった。さらに1セット目、銃の暴発も厭わず引き金を引いた。モニターの鏡写しも。まあここまでは私を試していたのかも。しかしこれはあまりにひどい。待て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 、あなたのセット目、モニターを元に戻した。このイカ様は私にわざと気づかせるように作られている。この波形のカード、他のカードと同じく左右対称のマークにすればよかったんです。こんなこと子供でもわかる。それをあえて反転をやめた。あまりに簡単に露見するイカ様、到底ギャンブルに勝つための行動ではありえません。ではなぜそんなことをしたのか。それはあなたにとっての勝利とは殺されること。それがあなたの勝利条件。そんな条件到底納得できません。出るはずじゃ。やったやった、引き上げ引き上げ。なんで二発玉込めか、玉ゼロにしてカード並べに勝ちゃいいじゃねえか。撃たれる確率が上がらなきゃおかしいだろ。ああ逆です。確実に撃たれないようにするためです。一発だけでも当てれるか。六発とレイ発の差ならともかく、一発とレイ発の重さの違いは確かにやってみなければわからない。それって不確実でしょ。その銃の相談数は6発、私が2発込めたことで空は4発。ということは5点差なら確実に1発は発射されることになりますよね。となればあなたは5枚外す。だって私にあなたを撃たせたいから。それで私も5枚外す。お前も私の、そっちの方が確実です。女神様。もう一度言う、早乙女メアリー、生徒会に入れ。ムカつくんだよあんた。そんなものただのお勇気。ギャンブルは両者が痛みを感じるから楽しいもの。まだあなただけが痛みを独占しようとするのです。あなたはギャンブルを楽しんでいるのではない。ただの死にたがり。私が一番大嫌いなタイプの人間です。端的に申し上げてムカつくんですよあなた。同級生なのに偉そうなんだよ。だいたい私をコケにしたこと絶対に許さない。何のことだ。降りたって誰と待って待って。いいのか。お断りです。
お断りします。大丈夫ですか？ああ、全然平気。私、もう一度言って怒ってきます。ああ、本当に大丈夫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 。鈴井さん。はい。ギャンブルしませんか？はーい。表なら私、裏なら鈴井さんってことで、スイーツバイキング行きませんか？おごりで。おごり？いやー、今月結構厳しくて。お願いできませんか？分かった。僕も男だ。やるよ。では。鈴井さんはなぜ三セット目も再現を続けられたのですか？正直に言うと、僕がどう対処していいかわからないってことに、夢子なら気づいてくれる。気づいてくれたらいいなって思ったんだ。では開きます。はい。裏です。鈴井さんの勝ちですね。よっしゃー。大事な用事ってやっぱり生徒会長と。ああ。これです。これ？あれ？ゆめこ来たの？メアリさん、これ。あ？メロンパンです。メロンパン買ってきます。今回いろいろな賭け狂いしたね。まだまだ物足りないです。嘘でしょ。投票じゃんけんダブル神経衰弱正解。まだまだ賭け狂い不足です。早く会長とたぎり合いたいです。会長はまずいですって。絶対近いうちにみんなまた会おうね。約束だよ。早乙女どこにいたの？いいでしょそんなことは。それでは皆様にまた会える日を楽しみにしています。せーの、バイバーイ。